数字忘れちゃったよ。いつかせいだよ。もうまたあかんのに消えてる。ほんと、じゃありません。え？で630で430。うさいな。喋りかけないでよ。いやでも本当 YouTube やってなかったらこんなことできなかった。え？間違いない。もうもはやアロマのやめてるから。忘れちゃったよ。また。あれなんだっけ。何にも言ってないよ。うさいな。あれキッドさんいる？喋れよ。あれここ打ってないよ。あ、そこ行こう。あれやってんだよ。あ、なんだっけ850。危ねえ、マジで。どこまでやりたい？鹿児島。鹿児島。ああ。じゃあ、ついでに片面も腫れたし。
はリクさんだけ呼んで誰でやろうって。あ、いやねんね、あれだったね、人数いるからやっぱり。朝8時ほらだいぶちょっと遠めだったけどだいぶ形にね、あれ何これここに住むの、いやいや、あれだ、お使いサイトもここでやらなきゃいけない。あ、そうそうそう、お使いこれやらなきゃ。ここに水槽台まで入った状態、結構人数少ないね、そうするとね4人入って5人ぐらい余裕持って座ろうと思った。6人のぞさん撮ってますずっと影に隠れてる優秀いいなぁ、でもあー確かに、で最後入んなくなっちゃうっすよ確かに向き大丈夫、あ大丈夫、大丈夫。おお。大丈夫決まってんだろ。ああとか言いながら入れてたのに。じゃあ早速運んできたこの2メーター1メーター1メーター水槽をこちらの台の上に皆さんで力を合わせて運びたいと思います。2メーター1メーター持ってかれるぐらいな。持ってかれるぐらい。はい。よいしょ、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 意外と、なんだろう、さっきの苦労は何だったの？慣れちゃった。さっきめちゃめちゃ苦労してたのに、なんかあっさりいったな。でかいな。でけえもんな、シーサーちょっと中で横になってみてよ、試しに。汚いからやらない。ほら。すごいもんな。大人一人まともに入るもんな。でっか。僕180あるんですよ、身長。180あるもんね。うん。ありますね。ってことで、検証結果、2メーター、1メーター、1メーターは4人なら動かせる。これ3人だったら結構きついですよね。ギリ。だから、どんだけその人がパワー持ってるかっていう話。1人の方が、いいパワー。ノーサ3人いたら大丈夫。2人でも、ノーサ今2位とかあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日のじゃあ、今日おしまいです、ね、小屋と水槽の運搬が終了したということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1日目終了です。何これ、続くみたいな言い方するの次回続く。1ヶ月後に今度ね、水槽搬入。1週間、え？だってまだできてないじゃん。だって一週間も九州からまだ帰ってきたばっかなんじゃないの？一番忙しい時期。あ、今12月だから、皆さん年末空いてるじゃないですか。意味わからない。だって出かけられないでしょ。そう。野外で、あ、いいところしてますよ。ここ体も動かす。お昼ご飯も出る。いい朝も出る。昼飯出る。交通費は自腹。まあまあ、まだ時間が合えばじゃあ来ますよ、それは。お疲れ様でした。